なんかここだけめくれてない？心地よさそうなベッドだ。寝る？は？寝る？普通寝る？何今の、今のまあわからんわよ。あ、セーブするとこある。セーブしとこうか。これ寝室なんだ。14、崩れ落ちた日被験者全員が目を覚ました。全員が歩き回って何事もなかったかのように会話している。彼らは死んだのではなかったか。時計は壊れている。ほう、なんか良くない研究って感じがするね。15、この研究は行き止まりにぶつかってしまったようだ。しかし少なくともハッピーエンドにはなったのだろうか。私はソウルと器をアスゴア王に送りつけた、送り届けた。そして被験者の家族を呼び寄せ、被験者はみんな生きていると伝えた。明日にはみんな家族の元に帰ることができるよ。ん？報告書16。そんなまさかいけない。蘇らせたってことやな。要はソウルを使って。なんかおるわここに。ほら、うわ、ゆっくりしか進めへんの。これなんか振ってる、尻尾がなんか振ってる。うわ、流行った。浴槽の中に緑の鍵が落ちている。鍵を取ってキーチェーンに取り付けた。あ、なんもないのあいつ。なんやってんやろあのふ、うおー、あの揺れてたんなんやってんやろな。ん？ちゃいますやんこいつ。甘いレモンの匂いがする。なんやこいつ、どういう状態やねんお前今。レモンブレッドめっちゃあるやん。しかも何これ、叫ぶハミング、悲鳴を上げる力こぶ、抱きつかない、抱きつかないってだからないね。当たり前やん。あなたはレモンブラッドを放った。レモンブレッドは歯を震わせた。何言うてんねん。私の特別な地獄へようこそ。いや分かりっこないっすやん。これきついな。ちょっと回復しようか。私と一緒にいて。いや無理、きつっ。オッケー、危な、ゴーも食らうかこれ。抱きつかないじゃないんやね。ハミング、あなたはあの曲をハミングした。あの曲ってなんやね。私って可愛いかな。やばい、いやこれは無理やわ。一発絶対当たるわ。よし、いやこれちょっと待って、分からん全然。力こぶもしてみる。力こぶを作った。何か思い出したようだ。前にもこんなことあったような。あ、あ、何これ今のやつは。何なん、あのさよならするの。あ、さよならしたい、ごめんね、さよならするわ俺。なんやねんあいつ、セーブかと思ったやん。あ、なんか光った。決意抽出装置非稼働。あ、これ決意抽出装置。ん？とりあえず蘇らせていたということは分かったよね。ただその良くないような研究になんかアクシデントが起こったっぽい気がするんだけど。あ、あったあったあった、緑や。勝ち、緑色の鍵はスロットにぴったり収まった。床にメモが落ちている。ところどころかすれている。カーテンの、ああ、はい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 、緑のやつやから、カーテンの裏側にあった鍵を入れろということやね。なるほどなるほど。よし、じゃあ次の鍵探しに行こうか。この上、この上にも行けるから、この上にも行ってみよう一回。ん？黄色があるね。これはところどころかすれているシーツ、下、シーツの下にあんのか。なるほどね。これは報告書4。ソウルに関する情報を何か得られればと思い、人間の調査を続けてきた。そして王の城を歩き回って奇妙なテープを見つけた。アスゴア王はこれを見ていないんじゃないだろうか。それに見ない方がいい。何やそれ。いくつかのテープとその横に VHS プレイヤーがある。ラベルにはナンバーが書かれているような。一つ見てみる。見てみようか。テープ1から見てみる。ねえゴリ、ゴレイ、起きてちょうだい。うん、いや君、どうしたんだい。え、それにどうしてそのビデオカメラを持ってるんだい。し、あなたがどんな反応するか撮りたいのよ。
愛しのグレイ、私の好きな野菜は何でしょう。人参だよね。残念、私の好きな野菜はママよ。枝ママだ。枝ママはちょっとよくわからなかったね。よくわからないよ。ベッドに戻りなさい、ハニー。いやよ、まだあるんだから。へへへ。じゃあもし私が犬だったらどんな種類の犬になるでしょう。テミさん、何の犬になるんだい。それはね、ドーベルママンよ。わかるわけないよ。どんなハイレベルな、お前それジョークやねん。この子を授かって君は本当に嬉しいんだね。なあ、もし君がそうやってジョークを言い続けてたら、いつか君は有名なママン財師になれるかもしれないな。もう寝るわね。なんでやねんお前。そりゃないよ。トリエルか。なるほどね。おやすみなさい、あなた。おやすみ、ハニー。アスゴアとトリエルの話な、これ。暗くてビデオに映らなかったかもしれないわ。あ、これちょっと待って、全部見たいわ、俺。オッケー、わい、準備はいい？何が？君の悪い顔をしてごらん。わー、へへへ。あ、待って、レンズキャップつけたままだ。え？今の顔、もうやらないの？おい、からかうなよ。あはは。え、どういうこと？どういうこと？なんで俺の名前が出てくんの？やあ、ワイワイ。カメラに向かって笑って。はは、今度は君が引っかかったね。キャップをわざとつけっぱなしにしてたんだ。君は今、なんの意味もなく笑ってるとこさ。え、覚えてるよ。僕たちがパパにバタースコッチパイを作ろうとした時でしょ？バターをカップ数杯分ってレシピには書いてあったけど、間違えてバターカップのお花を入れちゃった。そう、お花を食べたパパはとっても具合が悪くなったよね。気まずかったなぁ。ママを本当に怒らせちゃった。笑い飛ばしちゃえばよかったよ、君みたいに。君みたいにって。それよりさ、それ持ってどこに行くの？え？カメラを切ってだって？いいよ。ん？俺は何者なん？やめた方がいいよ、ワイワイ。なんだって？そんなことないもん。大きい子は泣かない。君の言う通りさ。そんな、君を疑うもんかい、ワイワイ。絶対にさ。僕たち強くなろう。みんなを解放するんだ。お花を取ってくるね。ん？どういうこと？ワイワイ、聞こえるの？目を覚ましてちょうだい。おいおい、決意を抱き続けるんだ。諦めるな。君は人間とモンスターの未来なんだ。ねえ、わいわい、お願い、起きてよ。こんな計画、もう嫌だ。僕は。言ったんだ。君を疑ったりなんかしないって。6つだよね。6つだけ取ってくればいい。僕らで一緒にやるんだよね。え、何？どういうこと？俺なんなんこれ。は？え、かなり謎いんですけど今。ちょっととりあえずシーツのどうのこうのであったんで、それだけ俺ちょっと取りに行くわ。あった！これや！よし！これで黄色の鍵を手に入れたと。ほんで前、もう一回とりあえず黄色の鍵だけはめに行こうか、ここにね。よし！はい、収まったと。あと1個やと思うんだけどな。多分ね、寝室から右に行ったところ、そこに行ってないから、そこ行ってみよう。あ、こっちも行ってないな。これはね、寝室の1個上のところを右に行ったんですけども、報告書11、メタトンは今や成功を収めて、もう私には話しかけてくれない。ただいつ体を完成させてくれるのかと尋ねるだけ。もし彼の体を完成させてしまったら、もう私は必要とされないのではないか。そうなったらもう永遠に友達でいられなくなってしまう。言うまでもなく、彼の体を完成させようとするたびに、ただただ冷や汗だけが溢れる。これは壁にスイッチがある。押す。押してみよう。あ、霧が。お、またお前か。来たな、お前また。
閉めたらいいじゃん、これ。これ消せへんのか、これ。消せへんのか、あ、消せへんわ、これ。なんなん、この待ち時間。ちょ、もう来んなって早く来て。くんねやん、普通に。なんや、こいつ。余るが待て。余るが待て。なんや、それ。とりあえず、調べてみる？何匹の犬なのか。犬か、これ。なんや、これ。何飛ばしてきてんねん、お前。あなたをじっと見つめている。まあ、犬系はね、撫でるから、とりあえず。撫でるには遠すぎる。撫でるには遠すぎるとか。それはお前の距離感の問題。おいおいおい、飛んできたぞ、なんかあいつ。危な。しかも体力危ないやん、意外と。たくさんの犬の匂いがする。呼ぶ。開口部から奇妙な液体を散らしながらあなたに向かって飛び跳ねてきた。なるほどね。これで撫でんのかな、もしかしたら。やっぱやっぱ。さあ、ということで、日が変わりました。収録のね、日が変わりました。このスイッチを押して、確か出てきたなんか犬を、倒すっていうところやったかな。まあ、実はね、ちょっとこの敵はまあ倒したことないんですけれども、ちょっと右側の方にもお邪魔したんで、まあまあ、とりあえずこいつと戦おうか。こいつと戦いましょう。確か、こいつ遠いんや、距離が遠かったはずやから、まず呼ばなあかんと思うんでね。ガメイトを撫でた。それは小刻みに、痙攣して、そしておとなしくなった。少しの間、あなたの膝の上で静かに休息した。ZZZ。突然、それは飛び上がり、激しく、壁を這いずり回った。壁を這いずり回った。うわ、来た！飛んでくれ、来た！やっぱ、はいや！あー、おー、ナイス。壁に爪を立てて鳴らしている。遊ぶ。あなたは部屋の隅へ持っていた武器を投げた。それを取ってあなたに返してきた。誇らしげにあなたはそれを何回か繰り返した。とても疲れている。何かが滴っている。不定形な体を預けてきた。あっか、当たりいった。あ、無理、それ絶対当たるやつ。危なっ。愛情たっぷりにピクピクしている。え、ここで撫でるか。じゃあ撫でる。撫でた。それはステージ1、幸福のあぶくを発生し始めた。何やねそれ。ステージ1、幸福な。おい、全然あぶく関係ねえ。あー、はい、や、激しく痙攣している。もう無視する。見ないように試みた。だからそれはあなたの視線の先にどこにでも現れる。もうええってミスやん、それ。激しく痙攣してる。撫でる。お、あなたは完璧に撫で尽くした。どうやら完全に満足したようだ。あれ、足の部分猫やったんか。お、満足したようだ。あ、満足した。あなた勝利した。あ、いいぞ。え、で終わり。これなんか風回した意味あんのかな。多分意味が出てくるんでしょうね。はい、じゃあこっち行ってみるよ。こっちね、一回お邪魔したんですよ。なんかここも呼んでいくよ。だから報告書7。時が来ればモンスターのソウルを収めておくための器が必要になる。童話がいてもモンスターは他のモンスターのソウルを吸収することはできないのだ。人間が人間のソウルを吸収できないのと同じように。それならば人間でもモンスターでもない何かを利用するのはどうだろう。で、報告書10。器の実験は失敗に終わった。予測データと比較して何が異なっているのかわからない。一体どうして。とにかく難問ばかりだ。まとわりついて先に進めないというのがあるんですね。なんかこの鏡もね、一応ね、敵出てくんの。あれ、敵出てこへん。これ倒した後、これあ、倒した後やわ。これ実は倒したやつね。ちょっとご覧ください。お、あの顔や。あー、なんや。お前、画面から出てもてますやん。こっちの画面に食い込んでくんのやめ。何これ。ほんで悪党もこれしか選べへん。あ、違うわ、悪党こいつ名前か。あれ、うわ、これむず。なんやろな。あれでも目やろ。目と口があって体がある。煙に巻く、ハミング、いじめる、掃除する。いや、一部で考えたらいじめないやと思うねん。祈るな。んー、どう、分からん。もう何でもハミングでええわ。あの曲をハミングした。誰も聞こうとしない。なんて書いてるか分からへんわ。なんやこれ。
うわあーあった蝶々顔にへばりついた蝶々顔にへばりついた何やねんそれ蝶々顔にへばりついたは何やねんおい掃除する手を洗った何も起きなかったえなんか何個か重なってうわ顔よちょっと待って待って待っていやきついって範囲広すぎますもんだってえ何すんのやろ調べるわからんわ全然わからん何を言うわからんわからんわ何言ってるんだお前はえ何これうわまた顔動いてきた顔動いてきた何これボーリングみたいになってるうわ絶対当たるやつや今の何したらいいんやろな煙に巻く何か神秘的なことをした何々は世界には知らないことがまだたくさんあるとさおこれこれついいやこれ違うことをしていくんかな煙にもう一回やってみるしかしもうすでに神秘的なことああなるほどね違うんだなんか順番があるっぽいなあれやる順番みたいな祈るおっ白山月息災を祈った両親を揺さぶられた両親を揺さぶられたとりあえず今やったのは煙に巻く祈るってとこまでやったさあ次行こう、うん、ハミングしてみるあの曲をハミングしたあハミングじゃないハミングじゃないってことねオッケーオッケーじゃあ掃除してみる手はきれいになって何か食べられるようになったいじめるいじめたあ何 リーパーバードリーパーバードは何かを思い出したようだうわやっと分かってくれた結構結構勇気やっと分かってくれた結構結構勇気やっ当たってへんの今のあれ当たり判定が難しいあ落ち着いたってよかったようわからんけどあの順番なんださあでは続きいってみようかおお来た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 床にメモが落ちているところどころかすれていると冷たいこれ以上は読めない俺これ持ってたっけ青色のやつなんか持ってないよな俺はいということやったんですねええでまあこの先に進むとですねここにメモがあってその先ほど見たところどころかすれているメモがあって冷たいとこの冷たいが分からへんのよなこれをちょっと探しに行こうかあミスターしくったえ俺こう戦ってないあ、そうか結構前まで戻ってんねやこれ何やっけ何やった方やではい OK 前からね何回かもやられてますこれねで何回かやられてるんですけれどもゲームオーバーになってるんですけどこいつとかこれ倒さへんかったら向こう行けないんですけどあの鍵はこれって俺はめたスイッチだ真ん中に黄色のスロットがある多分俺鍵埋めてないことになってるんちゃうかなと思うなでもボスは一回倒したボスに関してはあの大丈夫やっただからこいつは倒さなあかんねんけど右のやつはもう一回倒したんで出てきてませんでした、まあ、とりあえず前にやったとこまで鍵開けていくっていう作業はね、していきたいと思いますえこんななんかここ今動いたんですけど冷蔵庫だ中は空っぽだ嘘やろなんか冷蔵庫だ中はなんか動いてないこいつ動いてんねんけど俺こんなとこ呼んだっけちょっと呼んどきますおなんか新しいやつ来たなやこいつとても寒いお同じ名前なんよなとても寒いじゃあジョークで温めるあなたは雪にちなんだくだらないジョークをかわした彼女の表情が揺れ動き始めたはは覚えてるわこれさ、なんかの形なんかな何これ なんでおいなんか枠 いっぱいじゃない枠出てるぞもう笑うあなたは笑って笑い続けた面白くってやめられない涙が頬を伝って落ちたえそんなことしてないってえスノーウィーって言ってるなスノーウィーとても寒いどういうことやあいつほんと攻撃してこうへんのか調べてみようか弱いな形を失いつつあるようだスノーウィー寒いえなんかすんのこれ母ありがとう今ジョークを言いましたあれ左側に来たんなんてしょっぱいなんかの匂いがするもう一回ジョークするじゃんあなたは雪にしなんだくだらないジョークをまた彼女は完全におとなしくなったあなたは勝利したああったオッケー青い鍵がアコにあったんかこれ緑の鍵をとりあえずはめときます。持ってたんでね。あの浴槽にあったやつね。で、青い鍵も、あの右側にあったところにはめます。多分これで、
4つ一応全部あの鍵は埋めたことになるのかなと思うので、あとねちょっと編集しながらだけ軽くストーリー考えてたんですけど、あのこれ黄色の鍵埋めるね、ここにワイワイってこの映像で出てきてたやんか。昔さ、アスゴア王は自分の、まあ、息子なんかな、子供とでこの人間、落ちてきた人間の子供を育てていた。しかしある一日の夜に、まあ、二人とも失ってしまったという話がありましたよね。でその人間の名前もワイワイであったということかと思うんですよね。あのワイワイっていう字が出てきてたのは全く同じ、同姓同名というか、もしかしたらこのゲームがこうエンドレスじゃないけど1周目2周目っていうことを考えたストーリーなのかもしれない。まあ行ってみましょう。お、エレベーターは電源が落ちているようだ。お、左側か。あ、新しいとこや。電源が入れられていないようだ。読めへんのか。じゃあこの部屋、お、いよいよって感じの部屋来ましたよ。顔みたいやなこいつ。なんかエレベーターの電源のようだ。切り替える？まあ、切り替えようか。じゃあん、動けへんぞ。お、うわ、むっちゃ来るやん。戦うの？避けられへん、動けへんね今。ちょっと待って。ん、あ、今君たちにご飯を持ってくるからね。アルフィスさん、ごめんなさいね。あの子たち時間通りにご飯食べられないとおねだりが激しいの。きっとあなたの持っているポテチに反応しちゃったのね。持ってた俺。とにかく電源が落ちちゃったから私はそれを戻しに来たんです。でもどうやらあなたが先に来てくれたようですね。多分あなたにはすごく面倒をかけてしまったかも。 でも助けに来てくれてとても嬉しいわ。言った通り私は怖かった。もう戻れないかもしれないって。でもそれは全然あの子たちのせいじゃないんです。私が心配していたのは自分が恐ろしさのあまり真実を言えなかったり、ここから逃げ出したり、あるいは卑怯なことをしちゃうかもって。ああ、私ちゃんとあなたに打ち明けなきゃ。多分ご存知の通り王様はソウルの本質を研究するように私に尋ねた。研究の中で私は決意と呼ばれるエネルギーを抽出した。私はそれを瀕死のモンスターに注入し、死後もソウルを存続させようとした。それが あれかあの慣れの果てか。でも実験は失敗だった。見ての通りモンスターの体は人間と違ってとっても不安定。純度の高い決意は物理的な問題を引き起こして、彼らの身体はみるみる溶け始め、元の形を保てなくなってしまった。あっという間に全ての被験者が一斉に溶け合って、この有様よ、みんなを見て私思ったの。こんなことみんなの家族に言えないって。誰にも言えない。誰が何と私に尋ねてこようとも、私はあまりにも恐ろしくて仕事に手がつかなかった。そう、私がしてきたことは全て取り返しのつかない失敗だったんです。でもたった今私はさっぱり心を入れ替えたわ。みんなに私のしてきたことを全て話そうと思ってるの。簡単なことではないでしょうね、正直になって自分を信じるのは。今までよりもずっとあがかなきゃいけない。それに台無しにしてしまう時もあるでしょう。でもね、心の中には私の背中を後押ししてくれる友達がいるから。だから一人でいるよりずっと楽に立ち直れるはずだって分かってるの。ありがとう。ん？行きましょう、みんな。もうお家へ帰る時間ですよ。あー、やっぱ研究の慣れの果てなんだ、あれが。なんかさ、撫でるとか呼ぶとかそういうのも。報告書8。被験体を決めた。驚かせてみたいから、アスゴア王にはまだ話していないけど、王の庭園の中心に素晴らしい実験台があるのだ。一番目の金の花。他のどの花にも先んじて育った花だ。この花は外界からやってきた。女王が城を捨てて去る直前に現れたのだ。もし、本来ソウルを持たない者が生きる意志を得たら、何が起こるだろうか。あ、花やからな。それがあのフラウィーか。報告書18、花が行方不明になった。ほう、あいつか。お、 なんか遅いぞ電話。ブルルルル、聞いたことのない声だ。わいわい、そこにいるかい。本当に久しぶりだね。でも君はよくやってくれたよ。君のおかげで何もかもがうまくいったよ。
わいわい。それじゃあまた。うん。え？誰？お、しまった。なんかすごいこれ、ハーミットパープルみたいなんで、しまった。こっち、こっち行けへん。これなんでここだけピョロッとこう出てんやろ。これゴロ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 って今この子がってきて、こうするかな。するわけないじゃん。はいはい。あれどここれ、あれこれ王様んとこちゃうの？王様の部屋だ。え、だから庭園に行けってこと言ってる、もしかして。庭園の中心の台座が一番実験台、実験台になるっていうか、フラウィーが生まれたところというか。どうなんでしょう、一回行ってみましょうか。二度目になるのかな、一応。まあでもこの世界では一応ロードした後やから、一度目になるのかもしれないけど。ここここここで俺サンズに会うんや。違うっけ、会った後になるのかな、これ。っていうかもう話変わってくんのかな、ここまで来たら。どうなんやろ。一回ロードしてるとかってもお見通しやと思うねんな、このゲーム。これ読んでみる。王座の前、あ、玉座の前か。でこっち行ったらなんかあれあったやろ、ワイワイって書いた棺桶みたいなのあったやろ。ここか、ここちゃん。この一個にターゲット絞ったんじゃないの、あいつ。違うんかな。ちょっと一回行ってみる。違うかな。あれどうなんねやろ。あれを、あのシナリオを、シナリオっていうか話を減ることでちょっと変わってくる、アスゴアさんとの戦い。これもしかして。なんて恐ろしい魔物なんでしょう。罪のない子供を傷つけるなんて。ああ、怖がらないでいいのよ。私よ、トリエルよ、あなたの味方で保護者だわ。最初はね、あなたを一人で行かせようとしたのだけれど、でもどうしてもあなたのことが気がかりで、きっと一筋縄ではいかない冒険になるでしょ。そしたらあなたは恐ろしい選択を迫られてしまうと思うと、この世界から出るためにあなたが誰かの命を奪うしかなくなるかもと。あなたがアスゴアを倒さなくてはいけなくなると考えたの。でもね、分かったの。そんなことあってはならないって。ここから抜け出すのに誰かが犠牲になる必要なんてないんだわ。私は今までそれを防ぐために守ってきたんじゃなかったの。そう、だから私はこの戦いを止めに来たのよ。あの恐ろしいアスゴアであっても、等しく慈悲を受けるべきだから。トリ、戻ってきてくれたんだね。トリと呼ばないでちょうだい、ドリーマー。あなたは手間のかかる子供と同じよ。あなたが本当にみんなを自由にしたいと願っていたなら、一つソウルを手に入れた後に結界を通り抜けて、6つのソウルを戻って、得て戻ればみんなを自由にすることもできたかもしれない。あなたはそうせず、みんなを絶望の淵に立たせ続けたわ。なぜなら二度と人間が来ないことをただ祈り続ける方が楽だったからよ。トリ、その通りだよ。何と、トリやからか。私は恐ろしい魔物だ。それでもまた友達からやり直させてくれないかな。はあ、ダメよアスゴア。お、が、アスゴアを、人間、お互い争うことはない。誰でも友達同士になれるんだ。なんなら私がこんにちは、私はトリエルよ。この子のお友達かしら。はじめまして。うん、ああ、よろしくな。アスゴア王、あれは元カノか何かか。とにかく頑張れよお前さん。おう、ねえ、お互い傷つけ合うのはやめましょう。あら、あなたもお友達なのね。私はトリエル、こんにちは。え、あ、はいはいはい。どっちがどっちだろう。どっちがどっちだろうってね。よし、今すぐ戦いをやめるんだ。抗おうものなら、それなら俺様と戦おう。アンダインも手伝ってくれ。こんにちは。ああ、こんにちは。国王陛下。ちょっと、なあ人間、アスゴアはヒゲを剃ったのか。
その上クローンを作ったのか。よお前ら何かあったのか。この声は。こんにちは、多分私たち知り合いなのよね。ああそういやこの声には俺も聞き覚えがあるな。私はトリエル、これからよろしくね。名前はサンズだ。まあそうだな、同じく。あら待って、それならあなたが兄弟のパピルスなのね。ごきげんよう、パピルス。あなたに会えてとっても嬉しいわ。よく兄弟があなたについて聞かせてくれていたのよ。なんとアスゴアのクローンさんが俺様を知っているだと。今日は人生最高の日だね、パピルス。スケルトンのお家はどんな屋根でしょう。うぬぬぬぬぬ、大切タイルのことか。いえ違うわ、スケルトンの家の屋根は骨材がスケスケなのよ。しまった、今日は人生最悪の日だ。よしよし、あそこはおじきにうまくいくって。他にも女は大量にいるんだからさ。もうそうですよ、あそこは王様。アンダインが言うなら間違いないわ。あなたなら女の子なんて入れ食いだから。あの毛玉モンスターのことは諦めて、可愛い魚系女子でも釣りに行ったら。あ、ヒウです。分かってる、うまい例えだと思うぞ。まったくもう。あ、これあれちゃう、さっさと熱いキスを交わしてくれない。しかもこれ EX の形、観客がロマンチックな展開に飢えて死にそうなんだけど。おい黙れ、なんて涼しいやつなんだ。だろアルフィス。あれアルフィス、いや彼は正しいわ。キスしましょう。ふん、はい、は、なんだって。そうしたいなら、それなら手加減は無用だからな。おい何やねんこれ。まあ、待ってじゃないよ、俺のセリフやって。まあ、待っては唇の先パカパカしすぎやろ、ね、お前。まあそうだった、ごめんなさい、頭に血が昇っていたわ。ふふ我が子よ、もうしばらくここに留まらないといけないよね。でもこんなに素敵なお友達に囲まれているのなら、きっとここでも幸せに暮らせると思うわ。ねえ、そういえばパピルス、あなたがここにみんなを呼び寄せたのよね。その彼女の他のみんなを。で、そのもし私が先にここに来たらどうやってみんなを呼んで回るつもりだったの。ああ、それなら小さいお花が助けてくれたぞ。ほう、小さい花ですって。きたきた、おお、カラーやこいつだけ。バーカ、お前たちがよろしくやってる間に人間のソウルをいただいちゃったもんね。そして今そのパワーだけじゃない、お前のお友達のソウルも僕のものになるのさ。へへー、一番面白いのは何だと思う。全部お前のせいだってことさ。みんなにお前を愛させたいなんだよ。愛させたい、愛せた、愛させたせいなんだよか。はい、みんなの話に耳を貸して応援したり心配したり、そうもしなければこいつらはここにまで来なかっただろうからね。そして今こいつらと人間のソウルを一緒に手に入れて、僕らは本当の姿になれるのさ。へっへっは？今さらどうしてこんなことをするかだって、まだわからないの。これはただのゲームだ。もし君が納得のいく結果を残して地下を去ったら、それは君の勝ちになる。もし勝てば、君はもう僕とゲームをプレイしようとは思わないだろう。それならどうすればいいか。このゲームを永遠に終わらせなきゃいいのさ。君の目の前に勝利をぶら下げておいて、掴もうとする瞬間にそれをパッと取り上げちゃう。何度も何度も何度も。へっへっへ、聞けよ。もし僕を倒せるとでも言うなら、ハッピーエンドをくれてやるよ。君のお友達も返してあげる、結界も破ってあげる、それでみんな満足でしょ。でもそんなこと絶対に起こらない、お前には何が何でもここにいてもらうからね。おお、狭っ。たとえお前を100万回殺してでも。あ、もうやめろよ、逃げられへんやろ。お前ゲームちゃうぞ、こんなのゲーム成り立ってんぞ。おい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 、どうしたいねんこれ、どうしたいねん。おお、なんかピーになった、ピーになったよ。え恐れないで我が子よ、どんなことが起こっても私たちはいつでもあなたのことを守るから。ん、おお、お、あ、アンダインのやりとか、骨今の。そうだぞ人間、お前なら勝てる、俺様はお前を信じる、だからお前もお前を信じろ。が人間、私を超えた貴様ならば何だってできるはずだろう。くよくよすんな、私たちがどこまでもついていくぞ。お前こいつをまだ倒していないのか。
おいおい、こんな奴がお前さんにかなうはずないぜ。お、回復していってる。お、電気。科学的にはこの状況であなたが勝つのは不可能だけど、でも絶対にあなたならできるってわかる。人間よ、人間とモンスターの未来のために決意を抱き続けるんだ。おお、なんかいっぱい来た。お、なんかいっぱい来たぞ。おい、めっちゃ回復してくる、めっちゃ回復してくる。そんなバカな、こんなことありえない。お前らがそこまでバカだったなんてな。お前らのソウル全部僕のものだ。うわ、また来るんちゃん、あれ、お前もう上のなんかもう画面見切れてるやつ来るんちゃん。